ニュクスとはギリシア神話に登場する原初の神で夜の女神である。ニュクスとはギリシア語で夜の意味で夜の神格化である。ヘイシオドスの神闘記によればカオスの娘でエレボスの妹でありエレボスとの間にヘメラーと空いているカローンを設けた。ヘイシオドスの歌うところではニュクスはさらに単独で多数の神々を生んだとされる。 これらは人間の存在のありようについての概念の深刻化が多い。ホメーロスによれば、ニュクスはゼウスにさえ恐れられ、尊ばれている女神であると言われる。ほぼ死を意味する、同義語とも考えられる、忌まわしい、モロス、死の運命で歩けるケール、またタナトスを生んだ。ついで、ヒュープノスとオネーロスの一族を生み出した。さらに、モーモスとオイジュスを生んだとされる。 義における生き通りに基づく復讐の女神であるネメシスやアパテイ、ピロテイス、ゲイラス、そして人間の苦しみの大きな原因とも言える争いの女神エリスもニュクスの子である。エリスからは戦争や殺戮や人間のなす悪しきことごとの擬人化、神格化といえる神々が生まれている。中でもアーテイは古代ギリシアの倫理思想において大きな意味を持ち、 多くの詩や歌が、アーテイについて歌っている恐ろしい女神であった。別伝では、ヘスペロスの娘ヘスペリスと、アトラースの娘とされ、西のカナタ、オーケアノスの果ての園で黄金の実を結ぶ木を守って、遊んでいるとされるヘスペリデスも、ヘーシオドスは、ニュクスの娘と呼んでいる。運命の女神である三人のモイライも、ニュクスの娘とされ、それぞれ、クロートラケシス、 アトロポスである。娘のヘイメラーとは、表裏一体をなす存在で、世界の西の果ての地下に館を共有している。ニュクスが世界を巡って、夜をもたらしている間は、ヘイメラーがここに待機し、ヘイメラーが世界を巡って、昼をもたらしている間はニュクスがここに待機しているため、二人が、共に館にいるのは、昼と夜の境目の一瞬だけである。ありがとうございます。